1日午前、静岡県富士市の化学工場で爆があり、64歳の男性作業員が死亡し、1人が怪我をしました。この工場では、非製の薬品を使ってインクの原料となる。油を製造していたということで、警察と、伏せが爆発の原因を詳しく調べています。日午前8時半ごろ、静岡県富士市厚市の化和化学工業の富士工場から、工場。爆発があったと消防に通報がありまし、消防車およそ20台が出て消火活に当たった結果、およそ5時間半後に火、消し、められましたが、警察によります。爆発が起きた4階建ての建物の1階部の焼け跡から協力会社の64歳の男性つく員が遺体で見つかりました。またけ、に、見ますと、20代から60代までの、正作業員11人が怪我をして病院で手当てを受け、このうち3人が顔を火傷する、同を怪我をしたということです。あら、か、工業によりますと、爆発が起きた盾、では4階と3階で、揮発性のある原料を使ってインクの元となる樹脂を製造し、2で樹脂を固めて形を整えた後、1階で除草作業を行っていたということです。爆発が起きた当時、1階から2階にかけ、5人が、4階では6人がそれぞれ作業をして怪我をしたということで、いずれの階も火の気はないということです。ま、死亡した男性や重傷の作業員が1か2階に集中していたことから、これので爆発が起きた可能性があるというと、現場は JR 新富士駅から北に、キロ余り離れた工場などが立ち並ぶ地域。爆発に伴って近隣の建物を中心に窓が、巣が割れるなどの被害が出ているというとで、富士市などが確認を進めています。警察と消防は爆発が起きた原因を詳しく調べています。会社側が陳謝、爆発ことを受けて荒川化学工業は1日午後、富士城記者会見を開きました。この中で、荒川化学工業の真鍋義美明常務、締役は、大きな事故を起こしたことを、微申し上げます。亡くなった方のご冥福、祈るとと。2、事故の原因究明を行い再発防止に善を尽くしますと述べて、陳謝しました。